木南風です。今回、勝海舟の妹純子役をさせていただくことになりました。キャスティング、この三谷幸喜さんの作品に出演させていただけるって、知った時はただ一つですね、もうやったって思いました。幸せだなって思いました。昔から三谷幸喜さんの作品は見ていますし、あとどの作品でもやっぱりハッピーになれますし、私はもう楽しくて笑える作品が大好きなので、その作品にしかもこんな豪華な方々とご一緒させていただけるなんて本当に今は嬉しいのただ一言で、ワクワクしてます。私はやっぱりコメディ大好きなんです。もう大阪生まれということで、もともと生まれた時から、吉本新喜劇とか、漫才をよく見ていましたし、あと学生時代なんかはやっぱりこのクラスの中でも誰が面白いかみたいなところでも、私はこう面白くなりたいというところで、どういうものが面白い間なのか、どういうものが効果的に人は笑ってくれるのかとか、ちょっとすごく追求した時期がありました。かといって今面白いかどうかは分からないんですけれども、それぐらいコメディについては興味がありますね。コメディというか人を笑わせるとか、幸せな空気にするということがすごく好きなので、その点ではこの三谷幸喜さんの作品の、しかも本当に皆様お芝居の素晴らしい方々の中で、本当のコメディとか本当の、人の幸せの仕方のプロフェッショナルの方々もご一緒して、よりそういうものをたくさん勉強できる機会っていうものはとても幸せに感じていますし、この作品に出演させていただけるということで、日常の、普段の日常生活の、会話の中での面白さとか、普段起こっている街中で起こっている出来事、喫茶店での誰かの会話の面白さとか、そういうものをキャッチするようにしています。特に三谷さんの作品が、私が拝見させていただく限りでは、日常の中で起こり得る面白さとか、人とのつながりとか会話の中での面白さっていうものに、とっても共感かつとっても笑えるし、とっても温かい気持ちになるので、そういう、生きてて大事なことだと思うので、これを機会にたくさんいろんなものをこうキャッチしながら、勉強しています。この西郷さんの時代っていうのが、私の対談公演の大岡に前という作品がちょうどその時代の作品で、私が会津の娘の役だったんですけれども、記憶がなくしてしまうという少女の役だったので、あまりこう深くはその作品 その本当の歴史上の人物の方々に携わったわけではないんですけれども、今回は、勝海舟の妹ということで、大いに勝家の皆様で勝家にその携わることができるということで、そこはまずすごく楽しみですね。対談公演のその大岡に前でたくさん幕末のお勉強をした時に、やっぱりなんかいろんな海外のミュージカルとかするよりも、調べていく中でやっぱ自分の中にその血が流れているんだなっていう、日本人の血が流れてて、やっぱりその幕末時代にあったものが今の日本にも受け継がれてきて、それがこう今の日本があるんだなっていうところをひしひしと感じていたので、とっても大事な時代だと感じていたので、また新たに、その作品、この江戸は燃えているか作品に出演させていただくことによって、また幕末の時代のお勉強ができるということは、日本人の私にとっても幸せですので、はい、嬉しいなと思っています。私を、まだ知らないという方々、改めまして、日南風と申します。日南風ってなかなか覚えにくいと思うので、皆さん風ちゃんと、覚えてください。はい、それでですね、こちらの、舞台に出演させていただくことになり、また宝塚時代いろいろ経験はしてきましたが、新たな気持ちで、クリアな気持ちで挑みたいと思っております。しっかり頑張りたいと思いますので、よかったら、いやできたらぜひ私も見ていただければ嬉しいと思います。私もそうなんですけれども、まだ
公演も稽古も始まっていないという今、私自身も緊張はやっぱりしています。でもワクワクもしていますし、多分きっと同じ気持ちになってくださっているのではないかなと私は思っています。なので、お稽古が始まったら、いつも通り新たな気持ちでいつも通り一生懸命心を込めてお稽古をして、最後皆様とお会いする時にはもう本当にこの作品に出れて幸せっていうことと楽しかったねっていうものをみんなで共感できるように、私また一生懸命頑張りますので、皆様もぜひ、お稽古中から、いつもよりちょっぴり多めに応援してくださってお手紙とかもお待ちしております。はい、私も頑張ります。皆様も応援引き続きよろしくお願いします。